昆虫採集の神様です。実はね、私神様だったんですよ。今日はね、まあ、冬で寒いんですけど、ね、今2月でね、寒いんですけども、今日は虫さん探していきますよ。もう冬でも絶対ね、どっかには虫いますから。この広い地球のどこかで、ちょっと景色は映せませんけども、この広い地球のどこかで絶対にね、虫は強く生きてますから、強く生きてますから、どっかにはいるんですよ。そうですよね、じゃなかった、だって地球上からね、その虫消えてしまったら、その種は絶滅したっていうことになりますからね、絶対いるんですよ。例えばね、こういう樹皮の下、これ欅の木なんですけどね、欅ってね、どん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 下から新しい樹皮ができてきて、古い樹皮はね、こうやって裂けてきてポロポロこぼれるようになるんですよね。そのね、剥がれかけてるような樹皮、手で剥がせるような樹皮の隙間に虫越冬してたりするんですよ。ちょっとここからめくってみようか。ペロ、うん、なんかおる、うわー、曇った、ほら、雲、うわー、やば、雲ちゃんおったわ。雲ちゃん、こっちは残骸かな。雲はね、わりかしいるんですよね。雲、昆虫じゃないんですけど、これも抜け殻だな。こことかどうや、うえ、おらんねー。おい、あー、おった、あー、雲だな、これも雲ちゃんですね。ちょっとこれ、カナヘビの餌に持って帰りましょう、雲は。カナヘビね、雲大好きなんですよ。ここはおらんね。もしかしたらね、この動画見て、俺も虫さん取りたいとか言って、こうやって欅を樹皮剥がそうとする人いるかもしれないですけど、無理に剥がさないと剥がれないようなのやめてくださいね。剥がすのはね、ペロッと、もう、本当に軽く剥がせちゃうやつだけ。もう軽く剥がせちゃうやつは、もういずれほっといても剥がれる運命なんでいいんですけども、こうやってね、しっかり頑固にくっついてるやつは、まだこっちの部分の樹皮が生きてたりするんで、あんまりね、この樹皮をめくって、その木の中身を露出させちゃうと、木が枯れてしまったら弱ったりっていうことがあるんでね、もうこういう風に簡単に樹皮めくれるやつだけにしてくださいね。あ、雲がいましたね。これはもう、カナヘビの餌だな。根元の葉っぱをガサガサしたらね、中からわらじ虫が出てきました。ほら、わらじ虫ちゃん。わらじが出てきたよ。ほら、わらじ虫元気ですね。今気温は7度ぐらいですね、ここは。7度ぐらいなんですけども、まあ、7度だったら普通に活動できますよね。雲もね、ぶっちゃけ7度ぐらいだったら動けるんで、こうめくった瞬間に逃げちゃったりとかいうのもありますね。わらじ虫も元気に生きてますね。でも昆虫が見たいな。昆虫。わらじ虫めっちゃおるやん。めっちゃおる。元気やな、わらじ虫は。また雲ちゃん出てきました。カナヘビの餌。おー、やばそうな雲がおったわ。雲は結構いるんですよね。雲が。あまり同じ木をずっとめくり続けるの良くないんで、ちょっと木を変えましょう。ちょ、欅の木を探します。欅、どこ欅？お、欅の葉っぱが落ちそうぞ。近くに欅があるってことや。欅、イエーイ。欅の巨木がありました。巨欅、ちょっとこれは向けんな。これはどうだ。あ、雲おった。雲いいよ。昆虫見たいねんけど。昆虫おらへん。昆虫。よく見たら昆虫いました。これユスリカですね。ユスリカ。この真冬でもね、ユスリカ結構飛んでたりするんですよ。すごい強く生きてるんですね、昆虫も。強く生きてるんですよ。飛んで逃げた。これはカニグモの仲間かな。美味しそうだね、これ。カナヘビちゃんの食い応えがありそう。やった、また昆虫発見したよ。これは矢の波型チビタマムシですね。矢の波型チビタマムシという種類の、これタマムシの仲間なんですよ。よく見たら綺麗ですよね。矢の波型チビタマムシ、ほら超ちっちゃいね。可愛くない？矢の波型チビタマムシ超ちっちゃいけども可愛いんすよ。これはね、あんま消化によくなさそうなんで逃がしてあげましょう。こういう根元の葉っぱの下とかになんか隠れてねえかな。なんか越冬しとったりすんねん。ああ、雲、あ、おっと、待て、雲、プリプリの雲捕まえました。これもカナヘビの餌ですね。さっき雲が飛び出してくる前にチラッと見えたんやけど、これカメムシおんやけど、これカメムシでしょ、これ。うわ、あ、これエサキモンキツノカメムシや。エサキモンキツノカメムシって言ってね、これ生きとんのかな。生きとる、死んどるのかな。え、死んどんの？大丈夫？死んだふりしとんのかな？匂いを嗅いでみようか。あ、その前にちょっとこの模様見て。これ。
ほら、ハートのマークが入ってるやつ。あ、動いた動いた、生きとる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 。え、ってことはこれ、あ、よかった、匂い出してない。よかった、まだ匂い出してない。ちょっとツンツンツンってした匂い出すかな。ツンツンツン、うわ、くさ、匂い出した、やばい。あ、もう一匹おるやん、もう一匹おる。エサキモンキツノカメムシ、こいつ可愛くない、このハートのマーク、これ可愛くない、ハートのマーク入っとってさ、超可愛くない。これもね、樹皮の下とか落ち葉の中とかで越冬してたりするんですけども、見つけちゃいました、エサキモンキツノカメムシ。やったー、やったぜ。ソユーズネルシー、うくさ、やばい、2匹で2匹で匂いが2倍以上になった、相乗効果で。ちょっと、ちょっと臭いな、ちょ、も戻しといたるか。ごめん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 、もう越冬してくれ。すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。もうね、こうやって葉っぱかぶせといたるから、安らかに眠ってくれ。うくさ、うわ、あ、ちょっとヤバめのって持った。お、でかい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 、待て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 、うわ、風が吹いてきた。よっしゃ、捕まえた捕まえた。うわ、ちょ、雨パラついてきたんやけど。うわ、ちょ、神の怒りかな、これ。まあ、俺も神様なんやけど。うわー、なんかやばそうな雲おった。ちょっとこれやばめでしょ、おっきめで。ほら、トタテグモかの何かやな。ちょっと噛まれてみよう。痛い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 。普通に痛い。ちょ、もう一回もう一回もう一回。痛い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 。ちょ、もう一回もう一回もう一回。もう一回、もう一回、ほら。おい、痛い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 。普通に痛い、普通痺れるんやけど、これ。やばいぞ、この雲。ほら。うわ、やば。めっちゃ凶暴。ほら。めっちゃ凶暴、これ。めっちゃ噛みついてくる。うわ、やば。ほら、じっくり見て。俺の指に、雲の爪がね、雲の、この、大顎の爪がぐっと食い込んどる。結構痛い。でもね、こっちまだね、これ薬指なんで、まだ皮ちょっと分厚い部分なんでいいんですけど、小指のね、皮薄いとこやられたら結構痛かった、結構痛かった。今私のね、皮の分厚い部分こいつ噛んでるんで全然効かないんですけど、今は効いてないんですけども、さっき小指噛まれると痛いですね。ちょっと皮の薄いとこやられたらね、マジで痛いです、これ。まあ、これ高橋さんの餌にしてもいいけども、ちょっとな、この大顎で反撃されて高橋さん怪我したらあれやからな、逃がしてあげようかな。やっぱりちょっとな、食い応えはありそうなんやけどもとね、高橋さん怪我したら大変なんでね、まあ、自然下でね、怪我するのはもうそれはね、自然の摂理なんでいいんですけども、やっぱね、飼ってる以上はね、一応ね、保護責任がありますから、私には。ですから、もう過保護にしてますからね、本当に。ミルワームもね、頭潰して与えてるんですよ、ここだけの話。ミルワームもね、食べた後胃袋の中でね、その高橋さんの胃袋、ミルワームに噛まれたら大変だからっつって、頭潰して、頭ちょん切ってあげてるんです。頭潰したりちょん切ったりして、あ、風吹いてきた。うわ、ちょっとこれ、雲神様が怒っとるかもしれんな。あ、昆虫採取の神様はね、別に雲に用はないんで、逃がしてあげましょう。はい、バイバーイ、バイバーイ。いやいやいや、そっちじゃなくてさ、根元に戻れよ、根元に。ほれほれ、戻れ戻れ。あー、あ、木登ってくる。どうするんだ、どこに逃げるのかな。どっか隙間を見つけて落ち着くと思うんやけど、今気温7度ぐらいなんで普通に動けるんですよね、雲は。ほら、うわー、歩いとる。どこ行くんだ、どこまで逃れていくつもりなのか。どうするんだい、クモちゃん。そこら辺に隠れられる場所はないよ。あ、ここまで来たらあるわ。ここまで行った。ほら、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 危ない、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 逃げろ、逃げろ、逃げろ。おー、よしよしよし、隙間に入り込んだ。この隙間にね。はい、この樹皮の隙間にこうやってして雲は入り込んでいくんですね。こうやって、危ない、危ないって追われて逃げ込んでいくわけですよ。それでね、その中で越冬するわけですね。じゃあ、達者でな。確かにこの雲ね、樹皮めくったりしたらたまに出てきますから、このトタテグモの大きいやつね、出てきますからね。雲って結構冷たくても動けるんで、そのなんでしょうね、飢餓に強くて、それで冬を越せるってだけで、そう、冬ちょっとね、ポカポカした日とかだと、こう隙間から隙間に移動したり、木と木の移動をしたりとかしてるんでしょうね、多分。ペロン、ちょっとまだあの隙間から足が覗いてますね。存在バレとるぞ、危ないぞお前、そんなんでいいのか。イモムシおる。
ヨトウガの仲間かな。これはヨトウガの仲間だな、おそらく。ヨトウガの仲間の何かですね。なんとかヨトウってやつですね。動き出した。動き出した、動き出した。ちょっと、頭って動き出しちゃったみたいですね。戻しておこう。ごめんね、ごめんね。今、風強いんですけれども、ここはですね、この草に枯れ葉が引っかかってね、枯れ葉が溜まってるんですね、草に引っかかって。飛ばされにくいんで、こういうところはね、結構虫隠れてたりしますよ。ちょっと雨パラついてきたんやけど、雨パラついてきたんやけど大丈夫かな。なんか一瞬雨パラついたんですけども、やんだんで観察続行します。まだ何も知らない子供だった、左手で儚くパパをまさぐった、わずかな葛藤が僕の手を縛って、昆虫の姿を欺く、どこにいるのか知らないけど、どんな小さな虫でも構わない、触れてみたい虫に、めくってゆく樹皮の中で出会った虫を見た僕を信じている、この冬が優しく果てるまで、切り開け古い樹皮をファインドバース。やっぱカラフィナは最高やな。あ、なんかおった。これあれだ、ゴキブリの卵の殻だな。ゴキブリが卵産んだよ、ここへ。ここゴキブリいるんすよ。ゴキブリがおるわ、ここ。お、なんかおさなぎ出てきた。何これ。ハエっぽいな。ハエの仲間っぽいな、なんか。サナギ。やばい、ここ、銀杏落ちとってめっちゃ臭い。大量の銀杏が落ちて腐って、もうカメムシよりも臭いんやけど。キッズがサッカーしてますね。子供たちは元気ですね。またいました。矢の波形ちびたま虫。ちっちゃいね。強そうなカニグモがいました。ほら、強そう。強そうですね。そして、大量のテントウムシが集団越冬してます。これは何テントウかな、ちょっとちっちゃいな。波テントウにしてはだいぶちっちゃいね。あと、ノミゾウムシの仲間もいますね。テントウムシが集団越冬してました。うわぁ。またいましたね、ノミゾウムシと。あと、これ、コフキゾウムシの仲間かな、多分。多分そうやと思うんやけど、こっちノミゾウムシですね。これ、まあ、見てください。後ろ足がぶっとくて、これ飛ぶんですよね。ちょっと今寒いんであんま動きませんけど、ほら。わかります?あの足、ぶっといんですよ。筋肉がムッキムキでね。跳躍することができるんですね。かわいいね、こう見たら。またいました、テントウムシとノミゾウムシ。ここはテントウムシとゾウムシエリアですね。今度はナナホシテントウがいました。でっかいね、ナナホシテントウは。カメムシがいました。生きとるな、このカメムシ。そしてこれはクモの糸ですね。中にクモが入ってます。生きとるよ、しかもいっぱいね。こうやってクモが眉みたいなの作って越冬してるんですよ。うえ。サシガメがいました。アサシンバグが。これはヤニサシガメかな。ヤニサシガメの幼虫ですね。生きとる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 わ。根元の方にもいました、ヤニサシガメ。うわ、かっこいいね、ヤニサシガメ。ここバッキバキやな。ほら、簡単に剥がれる。ほら、あ、クモクモクモ。もうまたクモおった。いや、高橋さんの皮もこうやってベリベリ剥がしたいんやけどな。バッキバキに、バッキバキに剥がしたぞ、あいつ。バッキバキに、バッキバキ、バッキバキ。強そうなクモおったわ。強そうなカニグモが。うわー、これも食わせようかな。またカメムシいました。うわ、くさ。つつく前から匂い出しようこいつ。やばいやばい、わしかも生きとる。手の上の下、元気になりましたね。元気なカメムシ。この辺に放しといてあげましょう。ほら、いけいけ。うわ、やばやば。ちょっとこれ手洗いたい。めっちゃ臭くなった。最悪。あの、これね、なかなか非人道的な行為ですよね。ゆっくり眠ってる虫さんたちを、虫さんたちを住処を壊して叩き起こすわけですから。あー、俺なんてひどいことしとるやろ。
なんてひどいことしとんやろ。いや俺はなんてことをしとるんや。なんてひどなこと、なんてひどなこと。あ、ここは向けるかな、向けへん。なんてひどなことをしとるんや。うわ、うわ、おった。うわ、カメムシの死骸。あ、またひどなことしちゃった。うん、雨パラついてきた。雨がパラついてきたよ。ちょっと雨がパラついてきたんでね、そろそろ帰ります。ちょっと傘もカッパを持ってないんで、それじゃあ帰ります。ありがとうございました。バイバイ。